実況パワフルプロ野球。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の濱口、対するカープの先発はエースの野村、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。左の濱口マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは西川。第9球投げました。まっすぐ見送ってストライク。第2球外側決まってストライク。第3球を投げました。ボール。次が4球目、投げた、アウトロー、空振り三振。バッターは2番菊地。菊地背番号33。第9投げた、ボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた、内角外れてボール。第3球は見送ってストライク。さあ4球目、危ない球。第5球投げた、変化球見送ってフォアボール。バッターは3番鈴木。第9球初球空振り。初球空振りから第2球打ったに当たりだ、センター前に出る、ランナー1塁に戻ります。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。
第9ランナースタートを切った。ボールを2塁へ送った。これは楽々セーフ。盗塁成功です。決まった。ストライク。これで追い込みました。二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。打った。外取りました。これでスリーアウト。浜口、今日はまずまずの立ち上がりです。カープ無得点で終了です。右の野村登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは神里。カットボール見送ってストライク。第2球投げた。カットボールはボール。第3球を投げました。内角低め見送ってストライク。第4球を投げました。打った。痛烈な当たり。センター前進。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは2番ソト。打ちました。痛烈。いった。一直線場外への特大ホームラン。先制ホームラン。また決めのためにような一発。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。バッターは3番ロペス。第9投げました。見送ってストライク。ワンアウトランナーはありません。マウンド上は右のオーバーハンド野村。投げました。危ない球。第3球打ちました。切れていきます。ファール。さあ4球目インコース。空振り三振。バッターは4番筒香。第1球投げました。外角ボール。第2球投げた。2球目空振り。第3球打ちました。レフト前進。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして1対0カープ先制点を奪われています。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは相澤。第2球投げた。チェンジアップ見送ってストライク。第3球打ちました。外掴んだ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番メヒア。第9投げた。おっとデッドボール。これはデッドボール。第9投げた。初球引っ張った。宮崎交代。ファールボール。投げた。アウトコース低めいっぱい。ストライク。追い込んでから投げました。完全に外れた。ボール。第4球を投げました。150キロ直球。空振り三振。左バッターボックスには小園。投げました。ボール。第2球投げました。決まってストライク。タイミング合いません。投球は3球目。投げました。決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球は空振り三振。カープ2者連続三振に打ち取られました。2回の表が終わって1対0ベイスターズ。1点リードは変わりません。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは宮崎。投げた。変化球見送ってストライク。第2球ジャストミート。抜けた。宮崎いいバッティングを見せました。バッターは6番楠本。カットボール決まってストライク。1球目空振りから第2球決まった。ストライク。第3球を投げた。見送ってボール。
さあ4球目カットボール空振り三振バッターは7番伊藤第1球アウトローを見送ってストライク初球ストライクから直球見送ってストライク簡単に2ストライクと追い込んだ投球は3球目投げた空振り三振野村3球で仕留めてみせましたバッターは8番山第1球初球はカットボール空振り第2球投げた打ちました堂林ボールを掴んだ堂林一塁踏んでアウト3アウトチェンジファーストランナー残塁2回が終了しまして1対0ベイスターズ現在1点をリードしていますカープこの回の攻撃はラストバッターから始まります先頭バッターピッチャー野村第2球ストライク第3球を投げた150キロ直球空振り三振浜口見事なピッチングです投げました真ん中ストライク少し迷ったか第2球2球目ストライクこれで追い込みました第3球を投げました打ったショートバウンドセカンドから一塁送球外軽快な守備を見せましたバッターは2番菊池最初のバッターボックスはフォアボール第1球投げましたアウトコース高めスライダーは外れてボール第2球投げました内角低めボール第3球を投げましたストライク投球これから4球目空振りベイスターズここは引っ張りに警戒します次は5球目投げた打った1・2塁間のゴロ抜けた菊池ナイスバッティングですさあ2アウトから同点のランナーが出ました第1球投げた外角高めボール投げたスライダーボール投球はこれから3球目これはストライクキャッチャー二塁へ送球盗塁成功ランナーを二塁に進められてしまいました二塁タッチはセーフ第4球を投げた打ちましたセカンド正面一塁送球アウト3アウトチェンジ二塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした3回の表が終わって1対0ベイスターズ1点リードベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります先頭バッターはピッチャー浜口初球決まってストライクまずは入れてきました第2球投げた決まったストライク追い込んで第3球を投げましたボール第4球を投げましたボール第5球投げましたあっと引っ掛けたこれは内野へのフライだ掴みましたこれでワンアウトランナーはありません打順はトップに帰って神里第1打席はセンターフライに倒れています投げましたインサイド見送ってストライク第2球2球目ストライク軽く追い込んでまいりました第3球を投げました一つ外してボール第4球を投げた打ちましたセンター方向に持っていきましたが取りましたこれで2アウトランナーありません右バッターボックスは2番の外今日2度目のバッターボックス投げた打ちました引っ掛けたフラフラっと上がった打球はキャッチャーフライ掴んでこれで3アウトになります野村三者凡退無得点に抑えています序盤終了しまして1対0ベイスターズ現在1点をリードしています試合はこれから中盤4回に入りますトップバッターは長野第1打席はセカンドフライに倒れていますボール第2球投げた空振り147キロストレート第3球を投げた低めギリギリいっぱいストライク次が4球目投げた打ちました第5球投げました打ちました
外、取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには相澤、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球空振りから第2球打った、三遊間のゴロ、宮崎ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番メヒア、第9投げました、真ん中にストライク、まずは決めてきました。浜口、長い間合いを取っています。投球これから2球目、2球目ストライク、第3球打ちました、第4球を投げました、危ない球、第5球投げました、流し打ち、どうだ、ライトへの打球、ヒット、メヒア、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。第1球見送ってストライク、第2球投げました、打ちました、第3球を投げた、打った、ファースト右への打球、ロペス、そのままベースに入ってスリーアウト、一塁ランナー残塁です。4回の表が終わって1対0ベイスターズ、1点リードは変わりません。ベイスターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ロペス、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ストライク、1球目空振りから第2球投げた、打ちました、ファールボール、第3球は変化球はアウトローへ、ボール、投げた、流し打ち、堂林下がっていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番筒香、第1打席はレフトフライに倒れています。初球打った、小園掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。バッターは5番宮崎、これが2度目のバッターボックス、投げた、初球見送ってストライク、まずは入れてきました、第2球投げた、ストライク、第3球を投げました、ボール、投げました、アウトコース高め、はい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは小園、今日の第1打席はスイングアウト、第2球投げました、打った、二遊間ライナー破っていった、小園ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。初球バント、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。危ない球、第2球投げました、打ちました、一、二塁歓迎、ロペスボールを掴んだ、ベースカバーに入る、浜口取ってアウト、バッターは2番菊池、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ、第2球投げました、打った、ファール、追い込んでから第3球を打ちました、いい当たり、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ、三塁にランナーを置きましたが同点に追いつくことはできませんでした。5回の表が終わって1対0ベイスターズ、依然5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは楠本、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投球これから2球目、変化球ストライク、低め、投球は3球目、投げた、ボール、アウトコースへ、投げた、カットボールはボール、次は5球目、ストライク、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは7番伊藤、
今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げた、打ちました、抜けた。伊藤、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは山野、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投球これから2球目、打った、セカンド左へのライナー、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。見送ってストライク。第2球サークルチェンジ、ボール。第3球を投げた、アウトコース高め、空振り、追い込んでいます。第4球を投げた、三振。前半が終わりまして1対0ベイスターズ、この回0点に終わっています。試合は後半6回に入ります。トップバッターは鈴木、今日はセンターフライとセカンドゴロ。第2球投げました、打った、センター落下点に入りました。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは磯村に代わりまして、第9球投げました、初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、低めの変化球、ボール。さあ投球は5球目、投げた、外れた、ボール。第6球を投げた、打ちました、ファウルボール。投げた、空振り三振、バットアウト。バッターは5番相澤、今日はセカンドゴロとサードゴロ、膝元、外れてボール。第2球投げた、チェンジアップ見送ってストライク。投球は3球目、投げた、ストライク。第4球を投げました、見逃し三振。カープクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。6回の表が終わって1対0ベイスターズ依然1点リードしています。野村降板、左の中村今日2番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、初球外れても。第2球投げました、打ちました、ショートの左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番外、今日3打席目、投げました、初球から打ってった、左中間へ持っていきます、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ロペス、今日は三振とファーストフライ。第9球投げました、見送ってボール。さあ次の投球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打った、流し打ち、ライトの右、ファール。第4球を投げた、打ったに当たりだ、取って、これで3アウト、チェンジ。中村、上位打線を三者凡退に仕留めています。中盤まで終了しまして1対0ベイスターズ現在1点をリード。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはメヒア、投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。7イニング攻めになります。ボールカウントノーボールワンストライク。第2球外角高め見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げました、スライダー、見逃し三振。代打は松山に代わりまして、松山背番号。第9投げました、初球決まってストライク。1球目ストライクから。第2球投げました、流し打ち、どうだ、当たり損ない、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番小園。第9球打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました、これで3アウト。
カープ。結局この回3人で攻撃が終わっています。7回の表が終わって1対0ベイスターズ依然1点リード。7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは筒香。今日はレフトフライとショートゴロ。第2球投げました。インコース高め空振り。第3球を投げました。打ちました。小園バックしていった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番宮崎。これが3度目のバッターボックス。投げた。初球見送ってストライク。第2球投げた。ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。ワンアウトランナーはありません。投げた。もう投球これから4球目。打ちました。あっと引っ掛けた。メヒア交代。宮崎ナイスバッティングです。バッターは6番楠本。ここまで2打席連続三振。第2球投げた。スライダーボール。アウトコース高め。第3球は打ちました。ヒットライトからサードへ。楠本いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ボール。まずは外角低め。第2球投げた。2球目空振り。投球は3球目投げました。まっすぐ見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。打った。切れていきます。ファール。投げました。見逃し三振。バッターは8番山。今日はファーストゴロとセカンドライナー。打ちました。初球打ち。セカンドこれは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。ワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが得点できませんでした。7回までが終了しまして1対0ベイスターズラッキー。バッターは代打坂倉。第1球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球ボール。第3球を投げました。完全に外れた。ボール。さあ4球目流し打ち。宮崎取った。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターはトップに帰って西川。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げました。これも空振り。これで追い込みました。第3球1球外してボール。次が4球目投げました。打った流し打ち。ファール。さあ投球は5球目投げた。打った。打球はレフトの左へ。ヒットになります。西川ナイスバッティングです。さあワンアウト。カープ外走を起用します。俊足の野間一塁に入りました。右バッターボックスは2番菊池。第9投げた。ストレートはストライク。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ。タッチアウト。ツーアウト。ツーアウトランナーなくなりました。切れていきます。ファール。投げた。危ない球。第4球を投げた。打ちました。次は5球目149キロ直球空振り三振。8回の表が終わって1対0ベイスターズ依然1点リードしています。坂倉交番。右の菊池今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた。見送ってストライク。第2球投げました。見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。フォーク。空振り三振。浜口全くタイミングが合いません。初球空振り。初球空振りから第2球直球見送ってストライク。
簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。低め、フォークは外れてボール。投げました、打ちました、ヒット。神里、いいバッティングを見せました。ベイスターズ代走を送ります。桑原一塁に入りました。バッターは2番ソト、今日はホームランを打っています。二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。第3球はストレートに送ってストライク。伸びのあるストレート。投球これから4球目。低めのボール引っ掛けた、フラフラッと上がった、ショート落下点に入りました。掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、初球空振り。第2球、投げた、打った、痛烈な当たり、ショートの頭上、ボールが点々と転がっている。センターからセカンドへ。ベイスターズ1点入りました。2対0。ロペスタイムリーツーベースヒット。カープなおもピンチが続きます。投げた、初球フォークボール空振り。さあ次の投球、流し打ち、どうだ、レフトの左、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ベイスターズさらに1点追加、3対0。今日2本のヒットを放っている宮崎。第1球投げた、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから、アウトコース高め、ストライク。投球はこれから3球目。打った、引っ張った、レフト前クリーンヒット、筒香一気にホームへ。ベイスターズさらに1点追加、4対0。左バッターボックスは6番楠本、今日はここまで3打数1安打2三振。さあ次の投球、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、打ちました、これはショート正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして4対0、カープ3点を奪われています。さあここは守備を変えてくるようです。さあいよいよ最終回、トップバッターは鈴木。投げた、外れた、ボール。投げました、ボール。投球は3球目。投げました、ストライク。少し迷ったか。第4球を投げました、打った、抜いていった。鈴木ナイスバッティングです。右バッターボックスは4番磯村、初球外れてボール。投げました、これは引っ掛けた。宮崎ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあなんとか追い上げたい場面でバッター相澤、二塁タッチセーフ。もう一度二塁牽制球です。第1球投げました、見送ってボール。さあ次の投球、見送ってストライク。第3球を投げた、ストライク。追い込んでいます。追い込んで第4球を打ちました、いい当たり、破っていった、相澤、いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあ次の投球、フォーク決まってストライク。投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ライト前のヒットになります。ボールは中継、カープようやく1点を返しました。浜口ここは踏ん張れませんでした。浜口降板、マウンド上ピッチャーは山崎、今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは7番松山、今日2度目の初球を打ちました、ファーストの右、二塁フォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。さあいよいよあと1人、投げた、打った、ファウルボール。第2球投げた、打ちました、これはいい当たり、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、カープ点差を2点に縮めました。バッターはピッチャー菊池、第1球投げました、ストライク。
第2球アウトコース低め空振り。さあいよいよあと1球。第3球アウトコース低めいっぱい見逃し三振。山崎ナイスピッチング。ベイスターズ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対2ベイスターズ2点差で勝ちました。勝利投手は濱口、対戦投手は野村、そして西武は山崎。ベイスターズ今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。